江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の話題です。渓谷の高速道路で幽霊のような女性歩行者が現れるという話題でございます。まあ怖いですね。それではですね、記事の方を見ていきたいと思います。こちら映像もあります。それでは先に記事の方、くーちゃんお願いします。ソウル市ヨンドゥンポのある高速道路の追い越し車線を歩道を歩くように闊歩する女性の姿が撮られた映像が公開された。5日オンラインコミュニティのボベドリームには、幽霊のように現れた女性歩行者という題名の文が上がってきた。著者 A 氏は、3日午前0時35分頃、ヨンドゥンポ方向から塩倉洞方向に移動する高速道路で撮影されたとして、当時のブラックボックス映像を公開した。映像を見ると、追い越し車線で直進中の車の前に突然一人の女性が現れる。逆方向に歩く女性は周辺の車を全く気にしない様子だ。さらに車線の内側に少し入った状態で歩いていた。 A 氏は本当に驚き、右側に少し避けながら急ブレーキを踏んだと知った。当時女性はここは車道ではなく歩道だという感じで歩いていたと話した。続けて、これがなぜ怖いのかというと、ここが直線ではなくコーナーなので、追い越し車線だと、視野が20から 30M しかないとし、安全運転する方なので、大きな事故はなかったと話した。それとともに、目撃直後は、とても慌てて通報できず、家に帰ってすぐにしたが、警察で女性を発見できなかったとし、皆さんも、このような突発状況を考慮して安全運転してほしいと話した。映像を見たネチズンたちは、一体どんな考えなのか、どうか他人の人生を台無しにしようとするのは怖い。よく通る道なので、追い越し車線で行ってはいけないなどと反応した。はい、ということでございました。こちらが実際の映像らしいです。歩いてますね。足ありますね。幽霊か？はい、じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応見ていきたいと思います。1人目。車で行く途中、夫は彼氏と喧嘩しており141。そういう話なの？あ、じゃあこの BGM もいらないか。なんだよ。運転手が何の罪だよ。あんな子たちは車で轢かれて殺しても無罪だと法律で正確に明示してくれ。86-0。車も歩道も区別できず、あんな場合は事故が起きても歩行者を処罰しなければならない。34-0。世の中が経てば経つほど精神病者だけが多くなるんだね。40。もちろん安全運転が重要だが、あんなことまで考慮する安全運転ではない。もし追い越し車線にダンプが通っていたら。30。野獣の心臓とキバノロの脳を持つ女だね。20。とりあえず足があるから幽霊ではない。でもそれが重要？あれは運転手の人生を奈落に送る地雷のような存在ではないか。20。キバノロって鹿に牙が伸びたようなさ、動物です。幽霊なら捕まえられるわけがない。そのまま突っ込んであげないと。10。はい、というね、反応でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。これは幽霊じゃないね、多分ね。やだなやだな、怖いな怖いなから。ただの地方じゃね。また中学生じゃないの？わら。希望愛子さんも恐れたち。そんな女ちょいちょい出るよね。トンネルの上にいた女性が歩いてきたにか。地方省のおばちゃん、体力はあるからな。女性、売りは毎日の散歩コースにだ。怖いな、これじゃ高速道路で眠れなくなる。よかったじゃねえか。まあ、渓谷くらいしかこのようなことはないと思うけどな。高速道路なら徒歩でも高速に移動できると思ったのかしらん。触ったらセクハラだし、車に乗せたら拉致って騒ぎそう。人間怖いな。高速に歩道があるわけないだろう、わらわら。女もまるで気にしてないな、常習犯っぽい、わら。
急にすっぴん見せられても怖くなかった。認知症症の方とか高速道路歩いてるって話は聞いたことはある。足がない幽霊は日本だけ。足がないのは日本の幽霊だけ。あれ、渓谷さんも言ってなかった。とりあえず足があるから幽霊ではない。あ、じゃあ渓谷さんもあれか、足ないと幽霊っていう判断をするんだ。夫婦喧嘩でここを歩くってのが渓谷っぽい。わら、高速道路なのに路側帯がないんだな。ああ、まあそういうとこあんじゃないの。女、何がいけないにか、どこを歩こうが売りの自由にだ。お隣さんの幽霊は手を前に出してぴょんぴょん跳ねるんじゃ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。